堀尾千代様、こうして本日もこの良き日に堀尾家に来させていただきまして誠にありがとうございました。おかげさまで芝生および草が伸びてきました。本日は芝および草刈り、肥料まき、そして土ボットの芝刈りロボットの指導をやります。よろしくお願いします。椿の花いかがだったでしょうか。本日片付けさせていただきます。高天原に缶詰まります。かむろぎかむろみのみことをもちてすめみおやかむいざなぎのおおかみつくしのひむかのたちばなのおどのあはぎはらにみそぎはらいたもときになりませるはらいどのおおかむたちもろもろのまがごとつみけがれを払いたまえ清めたまえとまおすことのよしを天つかみ国つかみ八百万の神たちともに雨のふちこまの耳振り立てて聞こしめせとかしこみかしこみもまおす。あまてらすおおかみ、まもりたまえさきはえたまえ。あまてらすおおかみ、まもりたまえさきはえたまえ。なりおおかみ、まもりたまえ、さきはえたまえ。いなりおおかみ、まもりたまえ、さきはえたまえ。こんじんおおかみ、まもりたまえ、さきはえたまえ。金人おおかみ、まもりたまえ、さきはえたまえ。教えみ、親主の神、まもりたまえ、さきはえたまえ。教えみ親主の神、
守りたまえ咲き生えたまえ神ながらたまち生えませ神ながらたまち生えませはい、時刻は令和6年4月14日日曜日8時2分です。はい、芝生多宝間31、はい、緑が出てきました。草もそれと伴って元気いいです。草も一緒に刈ります。ロボット芝刈り機は今充電をしています。マメ科の雑草が伸びてるから前へと土を肥やしてもらえると思います。本当に草もよく伸びてるが、こちらはティフトン419です。緑が出てきました。ありがたいです。今日は合成型発酵素強化アミノ酸有機質化学肥料エンザアミン1005 20kg および土壌改良剤万緑NHT20kg を巻きます。まずは順番に肥料を巻いて草刈りをしていこうと思います。これはバロネスの肥料散布機で撒けるかどうかも今日やってみます。万緑 NHK NHT です。芝生シーズン中の3月から11月にかけて40から6グラムパー平方メートルを2から3回の散布が基本です。
より効果を高めたい場合は3から11月にかけて40から60キログラムパー平方メートル、パーメートルを4から6回散布します。散布時期は3月、4月、6月、7月、9月、10月、11月を目安にしてください。となります。なるべくムラにならないように散布。万緑 NHT の散布がたっぷり散水。散布前後の4、5日は農薬は散布しない。万緑 NHT にはリン酸が 5% 入っていますので、リン酸が入っている肥料と組み合わせますとリン酸がやや多めに入ることになります。リン酸を効率よく吸収させるのはアルムグリーン、キト酸、溶液、スーパーグリーン、有機酸酵素、EX などの肥料吸収効果を高める資材の併用がおすすめです。万緑 NHT と組み合わせる肥料は、エンザアミンがおすすめです。ということで、エンザアミンを使います。ということで、万緑 NHT およびエンザアミンを今日は散布します。芝生の面積が1000平方メートルですので、1平方メートルあたり、20グラムとなりますので、まあ、ちょっと標準量よりは、一袋では少ないと思いますが、まずは、一袋巻いてみます。そして、もっと巻いた方がいいなと感じたら、40グラムにするためにもう一回巻きたいというふうに思ってます。では、準備をします。まずは、土壌改良剤。NHT今年初登場のバロネスの肥料散布機です。穴を閉じます。では、万緑 NHT を入れます。これで巻けるでしょうか。
弾力 NHT は計算45%、鉄 22%、駆動 7%、石灰 14%、リン酸5、マンガン5、カリ1、ホウ酸 0.1、亜鉛 100ppm、 モリブデンが 15ppm、 トレハロー含有有効成分のキレがこんなに悪かったんですね。こちらのハサミの方がよく切れます。はい、中身こんな風になってますので、バロネスで肥料散布機で負けそうです。なるべくムラなく巻くというのをやっていきたいなと思います。この位置で巻く様子を撮ります。
はい、巻き終わりました。久しぶりでちょっと忘れてしまいましたが、ここの穴を閉じるのはこれを押すと閉じる、引くと開く、押すが閉じる、引くが開くでした。ではまず間違えないように穴を閉じる、押して閉じました。はい、次は円座アミン1005を散布します。これって引っ張ったら取れるんじゃなかったかな、違ったかな。
中身はこんな風になってました。ちょっと手袋に草の種がついてます。ちょっとやばいのでゴミに捨てます。では作業を続けます。中の袋を切らなくて、これは中の袋を切る。
はい、こちらはこんな感じです。ちょっとこっちの方が軽いから量が多いかなと思います。
はい、残り円座編みを巻きます。口を閉じて残り全部入れます。だいぶ陽気よくなりました。裸足になります。